現在の戦争は、テロ行動と軍事侵略などが同時に起こるハイブリッド戦争になると言われているよね。だからこそ、侵略する側は平時からドローンなどで情報収集するだろうな。現在の日本では平時に敵が行うテロや軍事侵略等の準備に対処するのは警察と海上保安庁になっているぜ。警察がテロ対処と無人航空機対処を同時にしなければならないんだね。自衛隊は平時において我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行うが、対処行動は行うことができないからな。そうだね。さて今回は、日本の防衛用無人航空機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。自衛隊の武力行使を定めた法律は武力攻撃事態など及び、存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律なんだけど、この法律によれば自衛隊は、武力攻撃事態等または存立危機事態への対処基本的方針が出れば、対処措置として武力攻撃を排除するために必要な武力の行使、部隊等の展開その他の行動が取れるんだ。戦争では初動対処が重要なのに、警察が対処できなくなった時、自衛隊を使おうとしても、もう時期を逸しているからな。偵察も十分でないところに自衛隊の部隊を投入しても成果は望めないよね。だから、自衛隊は平時からドローンや無人航空機で領空、領海の常続き監視をしなければならないんだ。上記基本方針を出す必要があるかどうかを決定するために必要な情報を上げるのは自衛隊の仕事ってわけ。さて、現代の戦争はどのような状況から始まるのか、最初はドローンや無人航空機による偵察からだろうね。この状況の最初はまだ戦争ではなく防衛出動命令は出ていないと思うよ。これが無人機の方は攻撃になり、有人機を含めた強烈な爆撃が行われるようになり、敵国は、敵兵の安全が確保できると自信を持った時に敵兵を上陸させるだろうし、ロシアもウクライナに対して侵略戦争しているのではなく特別軍事作戦をしているんだ。戦争状態に入ってから防衛出動が出ても遅いってことだね。ごく近い将来の戦場にあっては、AI が自己判断し、偵察、攻撃、電子戦攻撃等の役割を分担してチームプレイするような大量のドローンの群れが押し寄せる。こんな状況を想定して法整備を行い迅速に対応できる体制を構築しなければ我が国を守ることはできないよ。その法制度の下で情報収集し、防衛力整備しなければならないってわけだ。しかし現在の日本の防衛用無人航空機の能力は全く不十分だよな。現在自衛隊が実用化している防衛用無人航空機は偵察用に限られ、上記対処措置を取れるものは警察の小型無人機捕獲用のネットを装着した迎撃ドローンだけなんだ。日本に対するドローンによる飽和攻撃の可能性は十分にあるし、東京オリンピックではインテル製のプレミアムドローン1824機の連携動作を少数の PC で操作していたよ。2018年の平昌オリンピックでは1218機が使用されたみたい。今やドローンで飽和攻撃をかけることは容易なことだからな。北京オリンピックでは、深圳市のオリンピック分会場で、2022機のドローンと会場周辺のビル43棟に取り付けられた LED と連動したライトショーが行われていて、このことは、戦場においてドローンはドローンや有人機との連携ができ、しかも陸上と海上の部隊とも協調した攻撃ができるだろうことを示しているもんね。2013年9月9日、沖縄で無人航空機に対する初めてのスクランブルがかかった時、東シナ海上空で、レーダーの反射映像が通常の航空機と異なり、防空識別圏にかかっていたため直ちに那覇基地の F-15 戦闘機2機にスクランブルがかかったんだ。スクランブル機が撮影した飛行物体は、プリデーター類は、リーパーの模造かもしれないと言われている中国の長距離無人偵察機プテロダクテイルの可能性が指摘されたよ。統合幕僚監部は2021年度のスクランブル回数を公表していて、16年度は中国戦闘機に対する発信が多かったんだけど、21年度は偵察用無人機を含む情報収集機への対応が増えたようだね。パーロット社は緊急対応部隊のための群れ飛行システムを提供していて、ドローンが爆弾を抱いて突撃してくる時代が来ているってことだよ。飽和攻撃してくるドローンや UAV を F-15 戦闘機のような有人機で対処できる？F-15 の巡航速度は 900km/h、最低速度は 200km/h で、一方、固定翼 UAV はガソリン燃料のレシプロエンジンまたは電池とモーターによるプロペラ推進だから、最大速度は速くても 200km/h となっているよ。ドローンに対して空対空ミサイルは使わないだろうから、2019年時点で防衛省は無人機攻撃対処の研究を急いでいる状態なんだ。高出力レーザーで落下させる方法や、妨害電波で無力化する技術を開発中だな。防衛省はやっと攻撃型ドローン運用を検討するための2023年度予算要求準備に入っていて、
ウクライナ軍のトルコ製ドローンバイラクタル TB2 の有用性についてやっと目覚めたようだけど、本格導入はほど遠いだろうね。イスラエル国防省は2021年6月21日、民生用のセスナ機搭載のレーザー兵器で10機未満の無人機を撃墜するテストに成功したと発表していて、地上装置は2024年には運用したいとしているみたい。現有偵察用無人航空機としては、RQ-4 グローバルホークノースロップグラマン製があり、RQ-4 グローバルホークは、高高度遠隔操縦艦式だよ。グローバルホークを運用する部隊は陸海空3自衛隊の共同部隊で三沢基地青森県に配置されていて、2020年3月26日、偵察航空隊が廃止され、米下の第501飛行隊に配備されていた偵察機 RF-4 ファントムも全て引退しているんだ。新たに2021年3月に臨時偵察航空隊が編成され、この部隊が2022年3月14日、カリフォルニアから三沢基地に開港されたグローバルホークの初号機を受領したよ。この部隊は2022年度には130人体制となり、偵察航空隊下省に改称され、逐次3機を受領して偵察任務を遂行する予定で、3機体制では整備等の関係で常時稼働は1機となるだろうね。グローバルホークには、高解像度合成海溝レーダーと電子光学赤外線センサーが搭載されていて、グローバルホークは長い対空時間を利用して、広域外観及び組織的監視をすることができ、1日で韓国に匹敵する10万キロメートルもの地形を調査できるんだ。グローバルホークの所言について教えて。書元は、全長 14.5 メートル、全幅 39.9 メートル最大離陸重量 14,628kg、ペイロード 1,360kg、実用上昇限度 18,000m、最大速度 629km/h、巡航速度 570km/h、対空時間34時間以上となっているよ。防衛省が導入するのは、ブロック30と呼ばれるタイプだけど、ブロック30は他国から妨害を受けるような状況での運用が想定されておらず、台湾海峡の有事では使えないとのことなんだ。要するに平時用となるわけだな。米空軍は2021年7月21日、ブロック30は直面している中国の脅威に対応できる設計になっていないとして、2022会計年度の予算案で、20機保有する全機を退役させるとのことで、最新の派生型のブロック40の重機は運用を続ける予定なんだって。さて、海上保安庁は排他的経済水域 EEZ 監視など海洋監視強化を目的に2022年の導入予定の、大型無人航空機にアメリカのシーガーディアンを採用していて、青森県八戸市の八戸飛行場を拠点に今年10月から運用が始まる予定となっているよ。シーガーディアンは、海洋監視、沿岸警備に特化したスカイガーディアンの姉妹機で、最先端の海洋情報、監視、偵察機能を一体的に機能させ、海面上及び海面下でのリアルタイムの捜索及びパトロールができるんだ。シーガーディアンは、全天候において通信衛星経由で、機材構成によるんだけど、最大30時間は水平線縁を飛行し、安全に民間空域に融合するように設計されているよ。つまり海上保安庁は、昼夜を問わず、海洋領域のどこでもリアルタイムで状況認識できるってわけだな。シーガーディアンにはマルチモードレーダーリンクス、高度な電気光学赤外線センサー、自動離着陸機能、センターライン広域海上レーダーミッションキット、自動識別システムが装備されていて、蒸気任務のほかシーガーディアンは、オプション機能があり、対水上戦、対潜水艦船、航空大気雷戦、長距離戦略情報監視偵察、上水平線目標照準ができるんだ。対潜水艦船では、MQ-9B のオープンアーキテクチャシステムを使えば、その部位管理制御システム及びその部位ディスペンサーシステムを統合でき、これらのシステムを組み合わせることで、シーガーディアンオペレーターは一機でその部位を展開、監視、制御ができるよ。シーガーディアンの所言について教えて。書元は全長 11.7 メートル、全幅24メートル、最大総離陸重量 5670kg ペイロード容量 2177kg、実用上昇限度 12192m、最大速度 389km/h、巡航速度 333km/h、対空時間40時間で、一度飛び立てば航続距離的には日本の EEZ の外周を一周できる計算で、衛星通信経由で操縦できるから、地上操縦位置は自由設定できるんだ。さて、無人偵察機システムは遠隔操縦観測システム FFOS を改良したもので2007年から取得が始まっているんだ。無人偵察機システムは陸上自衛隊方面情報対令下の方面無人偵察機隊が運用しているよ。また特化弾、
方面特化隊、特化共同隊の観測中隊並びに第一校舎特化団の無人偵察機隊が遠隔操縦観測システムを運用しているね。遠隔操縦観測システムは無人偵察機システムに逐次代替わりしていくことだろうな。このシステムは、可視または赤外線カメラを搭載したタービンエンジンの無人ヘリコプターと地上の統制装置、追随装置、簡易追随装置、発進回収装置、整備支援装置、機体運搬車両や作業車で構成されるシステムで、このシステムの主たる任務は偵察及び観測となっているよ。無人機初舷は、全長 5.5 メートル FFOS は 3.8 メートル、全幅 1.3 メートル FFOS は 1.2 メートル、最大離陸重量 285kg FFOS は 275kg で、FFOS の初舷だけど、超過禁止速度 135km 毎時、実用上昇高度 2500m となっているんだ。プログラム制御により自律飛行させることができ、FFOS の行動半径は 50km 以上、航続時間は3時間以上とされているんだけど、防衛省の資料では FFRS の行動半径は百数十 km から数百 km となっていて、FFRS の開発実績も活かし、スバルが2015年に発表した RPHX は最大速度 150km 毎時歩、航続時間は6時間以上としていることからこれに近い性能はあるんじゃないかな。次に UAV 中井企業は陸上自衛隊の師団旅団情報隊が運用していて、書元は全長 1.37 メートル、幅 3.11 メートル、重量 13.1 キログラム、速度 148 キロメートル毎時、上昇限度 5944 メートル、実用上昇限度 4572 メートル、滞空時間24時間以上となっているよ。カタパルト型発射機から発進し、ワイヤーに引っ掛けて回収するため滑走路は使わないんだ。UAV 近距離用は陸上自衛隊の普通科連隊が運用していて、初号機の納入は2011年2月、人員2名が分割携行し、運用しているよ。この UAV は、翼幅約 1.5 メートル、重量約 4kg と小型軽量でコンパクトに収納可能で、手投げ離陸や狭いエリアへの着陸ができ、離着陸には特別な装置や施設を必要とせず、情報取得用のセンサーは、可視カメラなどが用意されているよ。UAV 共益用は、陸上自衛隊の普通科連隊など、中央即応連隊、水陸機動連隊の情報小隊等が運用していて、R70 は、ドローンなどの小型機でもディープラーニングアプリが使える NVIDIA-ATX にプロセッサを複数個内蔵しているんだって。R70 は、ネットワーク末端で対象検出や分類などをリアルタイムで行う人工知能を搭載した空飛ぶスーパーコンピュータと言われていて、機体はカーボンファイバーとマグネシウムでできていて、平均海抜 4.5 キロメートルまで操作可能で、最大18メートル秒の風速に耐えられるようになっているみたい。書元は、全長モーターマウントからモーターマウントまで80センチメートル、機体重量 4.5 キログラムで、足、バッテリー4個、ペイロードなし、標準パック重量 8.5 キログラム機体、基地局、HD ズーム30、ズーム能力光学30倍デジタル60倍。電波到達距離標準的な基地局で最大 8km、飛行準備時間3から5分、滞空時間は高持ち日差し推進時50分、標準推進時40分以上だね。最後に、自衛隊が運用している災害用無人航空機には、UAV 災害用1型 GDX-S11、UAV 災害用2型 GDX-S12、UAV 災害用2型 GDX-S13 があり、災害用なんだけど、防衛に供することも可能で、初舷は、飛行持続時間30分以上、最大飛行半径 1km 以上、最大飛行速度 50km 毎時以上、実用上昇限度地上高 80m 以上となっているよ。偵察用は平時から運用し、運用にあたっては飛行高度と空域を民間機と調整する必要があるから、高度は上げにくいだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。チャンネル登録してね。